アビト飛翔40倍高速度撮影。カワラヒワはスズメメアトリカに分類される鳥類の一種で、ある。英名オリエンタルグリーンフィンチは、東洋にいる緑色のアトリ類の意味。種商名シニカは、シナの意味である体長は、約14センチメートル、翼海長、約24センチメートルでスズメと同大だがやや、小さい。 全体的に気化色で、太いくちばしと翼に混じる黄色が特徴的である。東アジアに分布する。日本国内ではほぼ全域に分布する流鳥。ただし、北部のものは冬場は団地へ移動する。地鳴きは、キリリ、コロロとと聞こえ、目白のチリチリという鳴き声にも似ているが、本種の方が声量があり太い鳴き声なので、識別できる。 さえずりは、ちょんちょん獣ゅうと聞こえる。獣ゅの部分は、仙台虫食いのさえずりの一部とよく似ている。しかしながら、さえずりの全体を比較すれば、識別は容易である。瓦原日の卵低山から低地にかけての森林に、広く生息する。近年は、都市部の市街地の公園や瓦などでも観察される。繁殖期には、 低山から平地にかけての新葉樹林などでつがいで生活し小さな縄張りを持つが周期以降は数十羽から数百羽の群れを形成することがある。秋にオスは樹上で集団で求愛ディスプレイを行う。主に植物食で植物の種子を食べることが多い。人為環境下ではひまわりなどの種子を特に好み、大きな種子を太いくちばしでついばむ様子が観察される。 樹木の枝などの茂みの中に枯れ枝や細根等々を使って湾状の巣を作る。一服乱数は五乱前後。都市部の市街地で繁殖する個体は巣材としてビニール紐などを利用する。放乱日数は11から13日、育数日数は14日程度である。全体で7アシュに分類される。日本国内では本アシュのほか、次のアシュが観察されている。 ありがとうございます。